木島駅は、長野県飯山市大字木島あざかいたにあった長野電鉄加東線の駅である。現在は銚電バスのバスターミナルとなっている。廃線後バスターミナルとして利用されていた旧駅舎。廃線後の駅構内。奥は、信州中野方面。バス営業所が併設されており、駅前には銚電バスの車両が待機する。単式ホームと、駅舎側に切り欠き状のホームを持つ一面二線のホームを持つ地上駅。駅舎は、ホーム西側にあり、入り口は、この一箇所。有人駅として営業してきたが、末期は無人駅となった。線路の終端は、木造のスノーシェルターがついた一線式の車庫があり、冬季の車両留置に使用された。マイカー時代となる以前は、電車から乗り継ぐ野沢温泉方面への結節点として賑わった。現在は銚電バス、飯山営業所が併設されている。旧駅舎は、廃線後も野沢温泉、飯山駅方面などへの銚電バスのバスターミナルの窓口、待合室として利用されていたが、新しい営業所と、待合所の使用開始に伴い2018年に解体された。蒸気以外にも飯山市のデマンドタクシー、菜の花タクシー、および木島平村のデマンド交通、夫婦と号が発着している。ありがとうございます。